皆さんこんばんは、大人のための東映特撮解説、私は菊池さんです。よろしくお願いします。それではなんか恒例になってあれなんですけど、高級化粧布で買おうか、化粧布、高級お化粧布、ね、お客様のお肌に合った高級 お化粧布で買おうとしていただきました。それではいつものように麒麟一番搾りさんにテーマ曲をやっていただきたいと思います。麒麟一番搾りさん、いらしてください。パチ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 パ、これはキンキンに冷えておりません。まあ常温なんでしょうね。でも僕の体温よりは冷たいので、人肌ではありません。そういうわけで、麒麟一番搾りさんにテーマ曲をやっていただきますので、私は黙ります。キリン一番搾りさんのテーマ曲をお楽しみください。それでは、東映エクタスタジオ、内田優作所長、江連隆先生、そしていつも見てくださっている皆様、ありがとうございます。万歳。乾杯。トレビアン、トレビアン、トレビアン、トレビアン。乾杯。私はフランス語喋れません。トレビアン。乾杯。うん。やっぱりね、キンキンしない方がね、美味しい。と私は思います。でも暑い時は冷たいもの飲みたいですもんね。体が冷えてね、熱を持った体を冷やすっていう、そういう効果もありますから。はい、電磁戦隊メガレンジャー、メガレンジャーもだいぶ進んできましたね。半分は超えましたね。ワンクールが12話だから24話で、2クールでいいんでしょうか。3クール目に入っております。23話、あれ違うよ、まだ2クル目や。2クル目の終わりですね。第23話。ウキウキ。月から来た恋人。これ意地の悪いタイトルですね。荒川さんですね、これはね。登場。これなんて言うんだっけ。ねじれじゅう。おお、よく思い出したね。すごいね。すごいね。君すごいね。ライオンネジラ、あ、これはなんかかっこよかったですよ、うん、小池浩二さん、1962年、私より年上、おめでとうございます。何がめでたいのか分かりませんが、銀河マンではダンクスの声をやってるんですよ。ダンクス、なんとか分かりません。なぜならば私は銀河マンまだ見てないからですよね。まだ銀河マンまで行ってないですもんね。これ、あれじゃない？いらないんじゃないですか、エアコンは。エアコン切りました。あ、静かになった。ちょっと、うん。暖房なのにエアコンっていうことは、まあ、あれでしょうね。空気中の水分を、まあ、除湿みたいなことを、そうなんでしょうか。想像に一気は出ませんけど、うん。詳しい方は、何言ってやんねんって思うかもしれませんがね。私、素人なんでお許しくださいませ。だったら、喋るなよ、そういうことっておっしゃる通りです。本当におっしゃる通り、申し訳ない。ですね。荒川さん、これは一発ものです。で、長石高夫さん、2連発のうちの一発目。で、ここにその恋人って先ほど私は申し上げました。月から来た恋人は高野めぐみさん。で、これは、女優さんは高橋弥生さん。この方はウィキではなくて、なんか別のページで、出てらっしゃいました。1978年生まれということは、
この時に19歳か？すごいね。違うよ。21歳じゃないの？違う、19歳。19歳。すごいっすね。もうね、ほんと19歳。19歳って言ったら高校生じゃないですか？違う？18、19、20だから。あれ？まあいいや。この話ね、要は、前回私が紹介してよかったと思った、何でしたっけ？いるじゃないですか、オーナー、ゲットのオーナー。川崎省吾役の田中裕樹さんっていう人、1973年、この人が、この人の彼女だったって、オチです。ネタバレ。いわゆる。で、がっかりするんですよ。今で言うところの、なんていう、ズームって言うんですか。ああいうので喋るわけです。月面にいるんでしょうか、さっきの、色男。失礼。川崎省吾さん。月面なんでしょうか。僕ね、ちょっと勉強しようと思ってます。アイネットのこの組織というか、全く理解できてないんで、で、ギャラクシーメガに、100人あたり乗って、ね、乗ってるっていうのは、なんか、分かったようで分かってなくて、で、本当にやられてる時に血だらけになったら見て、あ、本当乗ってるんだと思って、前もお話しましたけど、ちょっと整理しようと思ってですね、どういうことなのか。まあ、それはいいとして、で、この、高野恵さんっていう人が、このアイネットの職員というか、研究員みたいなね。で、そのさっきの川崎さんの、川崎省吾さんでしたっけ？川崎省吾さんの恋人、彼女、っていうわけです。で、ってなってみんな、まあまあってがっかりしなさんなって言って、慰めるっていうシーンがありましたが。うん、この人ね、なんか髪型とか服装とか、なんか可愛いとか言ってるけど、どこが可愛いんだよと思ってる。まあ好みですけどね、わかりませんよ。そんな僕の趣味が変なのかもしれないしね、と思ってよく見てたら、ね、なるほど、ちゃんとね、立派な造形のお顔をされていらっしゃるなと思ったんですけど、まあ髪型やら服装やらね、まあ時代やら趣味やらありますからね、まあいいんですよ、大事なことじゃないか。うん、で、その、レッドの戦闘能力に必要ななんか MO ディスクですか？あれ、ミニディスクですか？ミニディスクじゃないだろうな。MO ディスクなんでしょうか。MO ディスクって言えばあれですね。バイオハザード。What a mansion。あれですね。もう何回やったかわかんないですね。I have this。違う。まあ、もう何年も前ですよ。どこまで覚えてるかな？ジオ、クリス。クリス・レッドフィールド。ジオ・バレンタインかな？なんか忘れた。まあ、なんでその、MO ディスクですよ、MO ディスク。だから、多分、で、それで、それを届けに来たんですよ。で、なんかファンデーとか言ってやってるんですよね。だからもうすっかり、なんか、ね、レッドの、ケンタ君っていう。ケンタ君って名前も、やっと覚えましたよ、23。そんななんです。まあね、55歳でも優秀な55歳もいるし、ね、ちょっとこの人はっていう55歳もいるでしょうけど、私は多分ちょっとこの人はの類なんでしょうね、残念ながら、ね。誠に残念ではございますが。ね、聞いてくださった皆さんには大変申し訳ないんですけど。これ切る？切ってみよう。切ってみよう。ですね、まあ、で、がっかりという話で。その他にもね、いろいろ動きがありました。例えば、何でしたっけ？ドクター、ねじれでしたっけ？ねじれじゃない。お、合ってる。あ、違う。ドクター何？ドクター、ドクターヒネラ。
ドクターヒデラがあの、ね、なんか前も見たことあるっていうのはなんかあのオルガン、不思議な鍵盤のオルガンを弾いててですね、あれ、あれ使い回し？そしたらなんかその何でしたっけ、ジャビウ彗星がやめろ、私の声が聞こえないのかつって、なんかやっぱりジャビウ彗星にジャビウ彗星なんぼのもんじゃとか言ってなんかお酒飲んでそうな、なんだあれ、あの上司の下じゃこの組織は伸びねえな、なんかそんな感じの雰囲気をね、ドクターヒンデラ、まあこの人がその今度は何でしたっけ、最高なんて言いましたっけ、今までみたいにあのねじれ銃じゃなくてライオンネジラっていうのは最高なんとかって言うんじゃなかったっけ、違う、なんかそんなもう新しい類なんです。ちょっと強力でもう全然武器が通じない、まあね、全然もうお手上げない武器が通じないって、もうなんか後半になってくるとね、やっぱどうしてもね、どうしたらいいのって、新しい武器がありますてってれれれっていうところ、まあそれを繰り返し、まあ単調になるんで、まあその持ってきた人がそのけん、まあそういうわけじゃないかもしれないですよ、まあ健太君に気があるかなと思って健太君がその気になってたら、実はその翔吾君の、川崎翔吾君の彼女だったっていうで、がっかりする。ねえ、せっかくおしゃれしてね、あの赤いスーツに黒いシャツ、赤いネクタイ、なんかルパンは緑のスーツだったような気がしますけど、ジャケットか、なんかルパンみたいな格好してね、なんかがっかりしてて、かわいそうですね、かわいそう、かわいそうではある、うん、けどもまあ、うん、まあだから無事にその必殺の武器で、面白いなと思ったのが落とすんですよ、僕もねよく忘れ物落とし物多くてですね、まあこの年になったからというわけじゃなくて昔から子供の頃からです、うん、有名な忘れ物落とし物で、あその女の子も転んだ拍子になんかその一番大事なものを落としてですね、それを探しに行ってあったっていうのは、あのシーンは面白かったですね、なんか僕は面白いと思ったけど、これいらないでしょっていう人もいると思われると思うんですよ、私はね、というようなシーンっていうのはやっぱりなんかカスタムメイドみたいで僕は好きなんですよね、あ、僕こういうシーン好き、ありがとうって、あった、なぜならば私がよくやるからですよね、忘れ物とか落とし物、そうだよね、あ、なんか落としたもの見つけると嬉しいよねっていうのは共感できる、だからその私はあの高野めぐみさんにちょっと親近感っていうんですか、うん、分かる分かるって、こう仲間だーって、君高野さんっていうのは私菊池って言いますみたいな友達感覚、実際は会っていないのにもかかわらずですよ、やっぱそういう効果が面白かった、で、あのそれだけかいってなるんですけど、どうもね、うん、やっぱりロボット出すぎですよね、うん、これ逆効果のような気がするんですけど、まあライダーもね、あのなんか途中でどんどん色が変わったりとか、まあオーズもそうでしたけど、あれいつからなんだろう、まあクーガマですよね、それ言ったら、まあそれ言ったらアレックスもそうですよね、あの88年ね、なんかやっぱりおもちゃ会社としてはって、でもなんかこの仮面ライダーはこれっていうのがバッターね、バッとバーン、なんかああいうのがね、なんかあった方がいいよな、なんかこうロボットをね、こうなんかあのバリブルーンとか、あのバリブルーンのロボットじゃないけど、なんかね、あのバトルフィーバー J のあのロボットもあれで通しましたしね、なんかそういう方がいいような気が、まあね、もう25年26年か経って
なんでこれ26年ってパッと出てきたかっていうと、これ25周年去年あったらしいですね。なんかその動画見たい、まあ今はまだもう見終わってからね、で高寺さんも出てきたらしいですよね、去年ですね。武部直美さんもね、どこでやったか知らないですけど、うん、あったらしいということで26年前っていうのが分かるんですけど、うん、ちょっとロボットですし、まあ今回は関係ないですよ。今回はだからこの何でしたっけ、高野さんが持ってきた、まあ仮に MO ディスクだとして、まあ、それを渡して無事あの新しいライダーパンチ、ライダーチョップみたいな、ライダーじゃなくてあれなんとかって、うん、ライダーじゃないんですよね。そりゃそうですよね。さすがに、あ、15分過ぎちゃった。最後の一滴一覧。はい。それでは、あれですね、15分経ったんで、あればっかり、あの、アイキャッチに来た。気象ホップ、いぶき。なんと、キリン、あの、プレミアムキリンにも、はい、あの、使われている気象ホップ、いぶきがお手頃なお値段で、晴れ風。ドンドン、ドクドドンドン。てか、シャウ、このシャウの代わりに、てか、言ってもありますね。まあ、今回、ブライトさん出てますからね、まんざら、そう、なんか、トンチンカンでもないっていう。気象ホップ、いぶき、いぶき、はい。いやいやいや。トレビアン、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 トレビアン。23話しか見てないんです。でね、ロボットっていうか、最後、なんか後半、もうなんかうとうとして。あ、終わった。だから、それこそまあ3歳から6歳のお子様はあのロボット早く出ねえかなと、お、出たロボット、ロボットパンチ、ね、うわーとかって盛り上がるんでしょうけど、僕はね、なんかロボット出てくるのなる。まあ昼間仕事一生懸命してるかなって、まあそういう言い方もできるでしょうけど、そんなこと言ったら子供たちだってね、保育園でお遊戯とか一生懸命やってね、帰ってきてるわけです。子供なんて早く寝ないといけないし。ていうか、まあ、これ見るの、日曜の朝だから、まあ、そんな話はいいじゃないですか。ですね、さっきほど申し上げました、iNet についてちょっと勉強してきました。iNet とは、インターナショナルネットワークオブエクセルサイエンスアンドテクノロジー。ネジレジャーに対抗するためにできたのがメガプロジェクト。地上基地は第1話で爆破された。アイネット月面基地に移される。早川優作ってあの、シルバーメガですか。あの人。ね、あの人が。何これ。チーフ。メガボイジャーもそこで作られた。月面基地のチーフです。あの、早川、あの、優作さん。この優作って、あの、内田優作さんから撮ったんですかね。わかりません。そうだとしたら、気が利いてますね。内田優作さん。ほんと感謝してますよ。ね、兄貴。ね、僕に兄貴呼ばれるけど筋合いはねえんだが、お前どこのドイツだ、俺の時間を無駄にするなって。そうだから基地がで、今回はあの久保田のおっちゃんも言ってたんですよ、もうしばらくは月面にちょっとあの基地を定着させようみたいな話。まあだいぶやられたんでね、そりゃそうですよ。だって相手があのギレールですから。
入れる、入れる。マッドギレール、ギギレ。まあ、それはやられますよ。僕は一押しですからね。鬼平犯科帳。ね。あの、ギレール、惜しかったですね。まあ優秀だから、何でしたっけ、ヒネラーも、ちょっと、この野郎と思ったんでしょうね。なんだこいつ。部下にしちゃちょっと、できすぎるから、ノーアル高は爪を隠すじゃなくて、あの、出る杭は打つ攻撃、やってやろうかな、っていうね。そんな感じだったんじゃないでしょうか。まあ、惜しい人、あの、デザインも良かったしね、あの、ギレールのね、後ろから見てもね、前から見てもね、あの、歯が良かったですね、洗った歯で、うん、ギレール良かったけどな、デザイン素晴らしいデザインでした。あの人がいなくなるとちょっとね、まああのブライトさん、うわこれ本当香りがいいですね、うん、スープ、やっぱり美味しいビールってのはスープみたいですね、うん、なんか枝豆のポタージュっていうか、うん、そんな感じ？ね。ねえじゃないよ。いや、でもほんと美味しいわ。まあほんともう、あんまり甘やかさないでください、私はね。こんな美味しいビール。なんかすごい、あの、すごく宣伝っぽくなってますけど。キリンさんのね。まあうちのお母さんもね、キリンさん飲んでましたからね。あの昔、ね。生前ですよ。そりゃそうですよ。死んだ後飲まないですよね。お供えもしないしね。いや、お供えったってお花ぐらいはあのお墓に置きますけど、ね、ビールとか置いてないしね。あ、やったら喜ぶかしらって。一応キリスト教のねお墓ですからね。一応って言ったら悪いけど。うん。ほんと枝豆ってやっぱりこの世で一番美味しい食べ物って枝豆なのかもしれないですね。本場の話が、うん、それをなんかいい匂いと思ったら枝豆みたいとか言って、なんかおかしくないですか？今風に言うとおかしくないですか？ね、おかしくないですか？そう、言うことないわけじゃないんですよ。だからあの前までのそのヤスコニャンのね、その凄まじいあのキリエルの最後、壮絶な最後。悲しみ、おのれドクターヒネラ、もうみんな嫌ってましたもんね、あのギレールのこと。僕だけでした、好きなの。僕はでもあのね、この人たちの組織の一員じゃないんでね、僕はギレールいいなと思ったけど、まあ卑怯だけど、そんなだって敵じゃないですかね。いや卑怯じゃない、あの正々堂々とした戦士の敵も好きですよ、好きだけど、っていうか作戦進めるにはやっぱりね、ある程度、で卑怯な手を使っても、どうなんでしょうね、どうなんだか分かんないけど、まあ最後まで見たら分かるんでしょうけど、それはね。でももう見たら終わりですからね。シボレナも歪んでもなんかあんまり優秀な、優秀な幹部というか、まあ幹部でしょうね。という感じ、印象は受けませんね。シボレナなんて、やっぱり、前回の何でしたっけ、ゾンネット、まあゾンネットは、あの、軍隊じゃないですからね、あの、カレンジャーの敵はね。なんて言うんでしたっけ、あの人たち。暴族か。ああ、よく思い出したね。偉い。お嬢さん偉い。あれはまあ軍隊じゃないからね。それにしてもちょっと、まあだからあれですよ、やれーのデスギラーですよ、僕は大好きで、やれー、あの人の俳優さんの名前も覚えてもいいですね。覚えてもいいってのはなんか偉そうですけど、高橋さんじゃなかったかな。高橋さんも多いですからね、結構高橋さんって多いですよね。ね、菊橋さんっていないのでね。
あとはまああれですよ、マズルカ。マズルカもねすごく人間っぽくて、まあ女優さんもそうだし、まあ演出もそうだし、脚本の、まあ、キャラクターの描き方、お話のねあるんでしょうけど、やっぱりちょっと弱いかな、シボレナさんとユガンデさんはね、ちょっとね、うん、ヒネラもそこまで。オルガン弾き始めましたもんね。あ、それもう見たよ、前。悪いけど、ちょっともう前見たけど。見たけ、うん、わしは、って感じですね。うん。まあ、でも、うん、どうなんでしょう。まあ、ギレールは良かったんだけどな。なんかあの、ね、うん、あの、世の中には、あの、もう子供に言ったんですけど、言っちゃいけないことかもしれないけど、あの、頭が良くていい人と、頭が悪くていい人と、頭が良くていい人と、頭が良くて悪い人と、頭が悪くていい人と、頭が悪くて悪い人がいる。で、ギレールは頭が良くていい人って、これ大事ですよ。こういう人。とりあえず作戦進めないといけないですからね。まあ、あの、いい人悪い人関係ないんですよ。要は、だからその作戦を、っていうのはもう最優先。事故なんで、だからまあ別の言い方をすると、信用できるいい人、信用できる悪い人ね、あの信用できないいい人、信用できない悪い人ってのもいるわけじゃないですかね。特にやっぱりこうね、群れで生活するね、我々ね、ホモサピエンスとしてはですよ、まあ一匹狼もいるでしょうけどね。ちょっとあの最後の一滴いただきましたか。一覧、最後の一滴大事ですよ。最後の一滴、響き、これ響きじゃなくて息吹ですけど、失礼しました。あー、成城学園前、あーじゃないよ、あのね、ちょっと高級おタバコいただきましょう。高級希少タバコじゃなくて高級タバコね。高級タバコ、高級ライター、高級一服。うん、これはだから非常に興味深いですよね。だからその久保田さんっていうのが、もう総司令官というか、あの一番偉い人ではない、要はその敵の組織でいうところの、あのジャビウス一世ではないっていうのが書かれてましたね。で第5話かなんかで、君の戦い方ではこのね、高い、もう高いこのロボットをね、こんな戦い方、大体その隊員の選び方がまずいとか言ってね、こいつらに任せたらね、そんなお金がかかってね、ねえが多い。で、あのダメだからもう入れ替え、 AI に入れ替えるって話があったじゃないですか。だからあの、まあ、上の人も出てきたりするんですよね。でももうちょっと出てきてほしいですよね。やっぱり、あの、私もね、あの、まあ、超下っ端、超下級ながら、やっぱり組織っていうか、その、群れというか、中にね、今お仕事で入ってるんで、やっぱそういうのみたい。でも、ちょっと待ってよ、3歳か6歳がね、対象年齢というか、3歳か6歳か、そういう組織の圧力みたいなの、興味あるかね。ないでしょ。ないと思う。ないけど、うん、僕は個人的に言えば。だからさっきの話に戻りますけど、あの、高野さんが、あの、なんか転んで、ね、カバンの中、カバンっていうか、あれは、なんだっけ、バスケットですよね。なんかあれ、足で編んであるんでしょうか。あの、バスケットひっくり返して、なんかピクニックみたいなね、バスケットをひっくり返す。まあ、あれは、だからその、アタシケースとかだと、あの、もういかにも深刻なものが入ってるみたいに、まあ、偽装なのかもしれないですよね。
そうやって考えるとアイネットなんかやるなって感じですけど、まあだからそういう最初から設定だったのかもしれないですね。そういうあの敵に感づかれないために失礼、あのであたかもそのね彼女っていうかファンっていうかその健太君に気があるんで30分過ぎましたすいませんように装ってバスケットみたいなのでものすごく重要な MO ディスクをね軍事機密を運ばせるっていう、でも転んでねあのなくすっていうのはちょっとちょっと許されない感じではあると思うんですけど、まあそういうことをあんまり言ってると面白くなくなるんで、というわけでございまして、面白かったですよ荒川さんのこの話ね、本っていうか、面白かった。というわけでございまして、川の赤いウサギ好きと臭いタバコ吸いと、こういうの聞きにくい YouTuber に優しくしてください。テーマ曲はキリン一番搾りさんで、最後の一滴いただいた、もう30分過ぎてるやんた、最後の一滴いただきましたかね、残ってませんね、最後の一滴いただきました、あの気象ホップ息吹とね、アイキャッチですねございました。それでは皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。あの本当に感謝しております。あのおかげさまで楽しい、あの楽しく美味しいビールのひとときをあの過ごさせていただいてます。ありがとうございます。そういうわけでございまして、あの今週あったかいみたいですけど、朝晩が冷えます、場所にもよりますよ、お気をつけ、あ、すいません、ご自愛くださいます。それではあの最後までご視聴ありがとうございました。皆さんごきげんよう。さようなら、菊池でした。